よし、やっていくぞ。久しぶりに焼きつくだ。一月ぶりの焼きつくですね。もしも清宮がハムで4番を打ち続けたらどうなるのかシリーズの4年目の、8月号ですね。やっていきましょう。はっ、今回は言いたいことがあるぞ。まあ、オリンピックが終わってっていうところもあるけどさ、オリンピックで日本代表が金メダルを取ってて、まあ、その辺をとりあえず置いとくぜ、今回は。言わせてほしいのはとりあえず中田翔のことやな、中田翔。中田翔のさ、翔さんがさ、この間に、だから7月との8月の間に翔さんがいなくなってます。失踪しました。失踪っつうか、まあ、消えたんだけどさ。ハムから消えた。後輩殴って翔さんが消えたんだかみたいなね。ああ、別に中田翔の日ハムファンの心境よ、いかばかりかだよな。マジで。マジでマジで。いやー、なんかこう、まあ俺もそんなになんかや、あの、にちゃんファンの動向を知ってることじゃないけどさ。まあ、なんとも言えんなーって感じよね。なんとも言えんなっていうのは、なんだろう。あんまりツイッター界隈はそこまでなんか荒れてないんだよな。日ハムファンはさ、正解のランジェとかを見てもさ、翔さんいなくなったけど、でまあ、それほどでもねえな、みたいな。去年打点王を取った4番が無償トレードされた割にはなんか、あんまり惜しむ声ないなって、まあそれね、すごいわかるんですわ。ハムファンとして。わかる上でいいのかな。でもそれでもやっぱ、怒りの声を上げなくちゃいけないのかなみたいなさ、そういうところあったりはするんですが、怒りの声っつうのも違うかなっていうね。まあ、巨人はずりーなと思う。日ハムっていう球団もずりーなと思う。翔さんも中田翔もあのけじめをつけてなくて、なんかそれもなんか嫌だなって思う。あ、ファンの心理としてもなんか、なんかね、まあ、いっかってなってる、これも良くねえと思うんだよ。日ハムファンもね。そして巨人ファンもね、まあ、まあ、ハムの4番いいんじゃないみたいなさ。だから、言ってしまえば、当事者同士は割となんか納得しちゃってるんですよ、今回のなんか。中田翔の無償トレードに関してさ、ハムファンも巨人ファンもハムフロントも巨人フロントも、巨人はね、優勝に対する最後のピースみたいな感じで、まあ実際まあこの8月31日に動画撮ってるんですよ。この時点ではもう中田翔1割切りそうな勢いで打率落としてるから、対して差して戦力にもなってないんでね、そこはあのハムファンとして若干あの胸のすく思いというか、まあ巨人ファンとしてはイラッとしてると思うけどもね、それはまあ置いとくとしてさ、だからこう当事者4社の当事者はハムフロ、フロント両球団のフロント、両球団のファンという、両フロントファン、そして中田翔、ここに関しては、だから中田翔なんかに関しては、今年はなんか2軍とかで調整するぐらいです、あってさ、もう最下位に沈むハムにあって、大して出場機会もないという、まあ、悲惨なシーズンを送ってるわけさね。翔さんもウィンだよ。言ってしまえば 5社はウィンなわけよ。だから、そういう意味では、まあ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 ってことなんだと思うんだよ。うん。でもさ、世間一般というかさ、当事者を外して世間一般って話をするとさ、世間一般はまあ、まあ、まあ置いとこう。世間一般置いといて、その上で、いや、あの、他球団のファンはたまったもんじゃねえぞと俺は思う。特にあの、阪神ファンはな。1位走ってて、巨人がいきなりハムの4番を連れてきたって感じなわけさ。うん。阪神ファンとかからしたらどうだろうなっていう。まあ、セリーグの他球団、巨人以外の他球団からしたらどうだろうなっていう。まあ、パリーグの
ハム以外の5球団のファンはあんまり何も思ってないかもしれんけど、まあなんか、で、ここで世間一般の話をしだすと、頼む、誰か、泥棒を止めてくれ、頼む。ナイス、金子誠ですね。やっぱ選手会長ですね。いつの選手会長なんだよ。俺の中で金子誠イコール選手会長というイメージが強いんだが、だから世間一般、なんかこう倫理、世間一般の人の倫理観というかからすると、後輩をぶん殴っといて、後輩をまあそのなんかぶん殴るっていうか、まあ小突いたっていうか、まあじゃれ合いの中だと思うけど、でも相手は訴え、井口投手は訴えてるわけだからさ、嫌だったからさ、そら警察沙汰にもなったんでしょうよね。そう、そうなった状態でさ、そう殴ったやつが、大して反省もせずに、泥沼のハムを脱出して、首位争いしている巨人に行って、ね、脚光を浴びる。それはどうなのかなと。うん、そこがね、そこが一番なんかこう、ん?って思うポイントだよ。泥船から降りて一番いい船に乗っとる、今。殴って。人を殴って。そういうとこよ。うん。まあ、唯一許されるルートは、巨人の優勝をめちゃくちゃ打てないということによって、阻むという。いやー、それもなんか、かっこ悪いよな。望みが低いよな。こうでしか許されんってことはなんか考えちゃってるけど、それもおかしいんだよ。すげえ勢いで勝ってない。あ、懲りたどうなんかな。あの ルーツ氏あたりの声明を聞きたいね。日ハムファン、有名日ハムファンゲーム実況者ルーツ氏あたりの発言を聞きたいね。あと他に、ね、ハムファンで有名な人はあんま知らないわ。界隈で。ハムファンもなんか別にそう、まあなんかあんまり戦力にならんしさ、年俸ばっか食うしてさ、3億の年俸のある選手とも思ってないからさ、ジャンファンは。だから、な、翔さん消えてもまあいっか、みたいな気持ちで、いるのがさ、わかるんだよ。全然わかるんだよ。めちゃくちゃ大事な選手ではあった。ドラ1で入ってきて、長年さ、ピッチャーで初め入ってきてさ、ピッチャーに入ってきたもんだから、守備位置なくてさ、サードを守ってさ、サードを守れなくてさ、外野に行って、外野に行ったら、まあ、多少肩が強いもんだから、まあまあ、いい。まあまあ、守備も良かったかな。でも、ファーストになって、ファーストで活躍したかな。うん。まあ、ハムの最近の不動のファーストではあったけどね、ファーストで4番でね、日本の4番とかも務めたりしてね、なんかそのなんかな、ダメながらも可愛い我が子みたいなさ、そういう中田翔だったわけよ。でも、不満も溜まってた、中田翔に対して。お前もっと打たなきゃダメだろ、みたいなさ。FA 騒動の時もあったけどさ、中田翔というものに対して、人に対して、日ハムファンは過度に期待して、裏切られて、今は着地点として、まあ、真面目にやるならいいか、みたいなところもあって、真面目にやるならいいかと思ってた選手が、この、言ってしまえばもう、身内に対しての暴力だよな。これは多分、他球団の選手を殴ったとかだったら、ハムファンも多少なりともなんか、いや、中田もっていう、なんか むちゃくちゃな擁護をすると思うんだけど、中田も、なんかこう、非はあるとはいえ、間違いじゃない部分どうのこうのってさ、きっとなんか、擁護できたと思うんだけど、今はもうなんか、自分、ハムの選手を殴ったわけでさ、もう悪者なんだよ、完全に。中田翔がさ。大して活躍も、今季に関しては特に大して活躍もせず、いるかな、この選手みたいな。もうあとはもう衰える一方の年齢だろうし、みたいなな。なら、このタイミングに切れるのは逆にチャンスではないのかぐらいな。それぐらいな感じだよな、ハムファンのドライさはね。でもね、わかるんだよ。
そのドライさが分かっちゃうんだよ、なんか。うん。どうっす？他の球団のファンの人からしてさ、4番打っ、もうなんか10年近く4番を打ってきて、4番を嘱望されて打ってきた選手がさ、急になんか、他球団に行っちゃうっていうのをどう感じるかな。なんかもうそのダメな時のハンモンも支え続けてさ、優勝の喜びを分かっちゃったような、そういうなんかね、そういう大事な選手なのになんかあんまりなんか思い入れがないんだよな、ドライなんだよな、ハムファンな。ハムファンのそういうとこ、どうなんだろうね。どうなんだろう。めちゃくちゃ巨人を恨むってほどでもないんだよな。なんなら中田翔さん引き取ってくれてありがとう、ラッキーみたいなね。でもできれば活躍してほしくないなみたいなさ、ハムの見切り力みたいな感じになっちゃうんだよね。まあまあハムの試合ね、清宮がさ独り立ちしてくれたらさ、それでもなんかオールオッケーなんだよな。翔さんの穴が開いたことによって清宮が出れるようになるんだ、出るようになるっていうかさ、一人出してくれ清宮が一人出してくれればもうすべてオッケーなんじゃ。まあ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 、ちょっとずるいかなと思うけどね。中田翔を失うことよりも清宮が活躍すれば、まあそれでなんか穴埋まって結果オーライじゃんっていうの、ちょっとなんか厳禁な感じするけどね。でも多分そうなんだよ。そういうことぐらいしかなんか思ってないんだよ、多分。すげえ勢いで勝ってるな。全然身の入ってない実況をダラダラ喋ってるのに、そういう時に限って勝つな。この8月の勝率えげつないかもしれん。おお、高木豊。うちの選手だ。うちのチームにはいらないけどね、高木豊ね。セカンドかな。金子誠いるからいらないんだよね。今年はもう、ドラフトもなんか微妙だな、これかけるのな。誰取ろうかっていう。じゃあ、甲子園も終わったな。見ました皆さん、甲子園。またダラダラと喋ろうとしてるけどさ、甲子園やな。岡山勢としては倉敷がもう早々に智弁学園かな、智弁和歌山かな、の力してたけど、早々になんかボコボコにされて負けてさ、はぁーみたいな、はぁー諸行無常みたいな思いながら、そのさ、馬淵、芸徳義塾の馬淵がさ、恨み事を言ってたよね、今年の甲子園に対してさ、あまりに雨が多すぎて日程がどうのこうの、ね、日程がこんなにぐちゃぐちゃになると、地方から来てる地方の高校はとてもコンディションが作れないから、地方出身の高校は、近畿圏のチームばかり有利で、ちょっと今回の大会どうだみたいな、本当それだと思うな。言い訳だけど、完全になんか馬淵監督のあの醜い言い訳だけど、多分その通りなんだろうなって思う近畿勢のみでの甲子園だったことしたね、2021年シーズンね。このコロナという過酷な状況の中さ、開催した甲子園の割にはさ、あまりにも盛り上がりが低い、そういう甲子園でしたね。そうかと思うよ。どうしよう、8月、あえて、8月は、試合を見せずで行こうか。ここやっちゃったら9月に入っちゃうんでね。いや、ちょっとどうしようかな。まあ、いっか。見てもしょうがなくない？どうせ次優勝するしさ、もうこれこのまま行くと優勝だよ。情報をなめながら終わろうか。
智弁学園、智弁の話をもうちょっとしたいけど、今年の甲子園は智弁和歌山対智弁学園という奈良対和歌山の決勝戦だったのも、まあ、近畿勢すぎてあれなんだけど、なんならその、準決に残った4、ベスト4が全部さ、近畿勢だったんですよ、今年の甲子園はね。そういうのもなんかね、みたいなね、盛り上がりとしてどうなったんだろうな、みたいなところがありますよ。セジュール。あとは、滋賀の近江と、京都の京都国際かな。その、和歌山と奈良、智弁奈良だよな。奈良と滋賀と京都っていうさ、狭い範囲での甲子園になっちゃっても盛り上がりが盛り上がらんよ、それじゃあ、っていうね。どのチームにもまんべんなく勝ってるね。成績を見てみましょう。隙がね、ピッチャーの防御率も素晴らしいね。そんな中で、打率がね、打率2割9分5厘、そして盗塁が69。走ってます。打ってます。ホームランも186本で一番打ってます。失点少ない、得点多いっても、これはもう絶対勝つ。こんな打ってるチームねえよ。なんだこれ、うち。うんか。8月の勝率おかしいな。19勝2敗。完全独走体制だよ。はあ。こんなのも見れるんですね。知ってたけどね。チームの夢は今年のやつは反映されてないからまだあれだけど。こうしてるとね、ファイターズのシーズン最多勝は1年目の81がトップなのか。で、チーム最高打率は2年目の小笠原で、こういう風に、ね、出るんですね。これに清宮の名前残したいよな。ファイターズに限らず試合関連じゃないけど、プロ野球記録の方で、なんか、いやー、なかなか、まだこの辺に名を残しそうな選手いないね。安打数、試合出場。清宮を試合出場でこの辺に並びようと思ったら、この今の状態で135試合制だから、20年は選手をさせないといけないのか。この模式用が20年目とかなったらもう多分おかしいよな。ちょっと見たくない。もう俺も20年このゲーム実況を続けてさ、清宮はここのランキングに入ってくる。その頃のこの清宮の、早熟タイプで作った清宮だからさ、その時の清宮は多分全部いいだぜ。そんな清宮がもうなんかもう、ただ記録を破るためだけに試合に出続けてるっていうのを4番について戦うって、まあちょっと見てみたいな。はい、ってな感じですね。投手部門もまあ、おそうかそうか、西武部門に入ってくるね。小林寛永と大塚明文がね、入ってますね。入ってるけどね。ミラバルじゃちょっとな、弱いよな。はい。まあ、お金はいっぱいあるんでね、なんかやってもいいけどね。今回終わらずになんかダラダラしてるな。終わらずにダラダラしてます。まあ、なんか作ってもいいんだろうけど、15億駐車場高いな。今これ作ったら売ることになるな。15億か。今のうちに球場を大きくしとくってのがベストかな。スタジアムをもうちょっと観客動員を上げられるように拡張工事を増築をするとして、ああ12億か、ちょうどいいな。ただし1ヶ月かかる。維持費とか考えたらやるのはいつがいいんだ。シーズン終わりかな。今じゃないな、やっぱり。
9月の最終週とかにお金が余ってたらやるみたいな感じになるかな。まあ、旧練習設備とかも欲しいけど、そこまでのお金はないかなっていう感じで。選手の様子を見ていきましょう。すっげえダラダラしてる。言いたいこと全部言ったかな。中田翔のこと、オリンピックのこと。オリンピックはあんまり言うことないな。うん、ハム勢としては伊藤大海がすごい活躍しててくれて、それはまあちょっと嬉しかったけどね。ただまあオリンピック自体にはなんか、今年のオリンピックに対してそんなに思い入れがないというか、まああんま野球界としてはな、なんかやっぱやっぱアメリカがあんまり本気出してないからさ、これで金メダル取ってもなんか素直に喜べんよな。だったらほら、オリンピック、野球のオリンピックに関しては別にもうやんなくていいかなっていう感じがある。WBC に集中すればいいやんっていうね。だから、まあ、いいです。金メダル取ったけどあんまり嬉しくないかなっていう感じでしたね。アマチュアだけのオリンピックだったら面白いのかなと思うけどね。プロは弾いたね。プロ、日本ばかりがなんか必死のなんか、必死で選手、勝ちにいってる感じがなんかちょっと見苦しさが、言っちゃ悪い気だったな、まあ、そんな重圧の中勝った選手は素晴らしいよ。ちゃんとこう結果を残した選手に対しては素晴らしいの一言しかないけど、まあ無理やりやるほどのプレー、あの野球のオリンピックではないなっていう感じかな。うん、まあ WBC での1位の方が価値がある、俺はそう思ってます。もうオリンピックはなくなるしね、野球っていう競技がね。まあ、初戦はオリンピックなんてアマチュアの祭典よというのが、そういう立場です。プロというもうショービジネスが成立している世界なら、何もオリンピックというね、まあ、商業主義に彩られたオリンピックというもので、勝とうが勝たまいが、野球界としてはね、そんなに。大して思うこともないって感じじゃないのかな。いやー、いい選手だな。めちゃくちゃいい選手だな、立山。でも防御率は 5.5 ちゃんですね。こうしてみると、趣がある。翔太まだ22歳でこの成績。ミラバルもね、30でこれだからな。今年はまあ活躍してるな。まあまあだな。やっぱ抑えがでも足りんな。2割台ぐらい。桜井を抑えにした方がいいかもしれないって感じですけど、まあ、そもそもこの感じって先発タイプだけどね、本来はね。この回復と投球スタミナ見たら分かる。桜井は本来先発タイプ。福森は活躍は、まあ、狙い通りって感じですけどね。でも今年はガンちゃんがよくやってくれてますね。すげえ勝ちっぷりだな。はい、ちょっと今回はちょっとダラダラと喋りが多くなってしまいましたけどもね、こんな感じで見るべきところは見て、すっげえな金子。すっげえな、すっげえいい選手だな。すっげえいい選手。清宮これでいいかな。まあ21歳だしこんなもんねえかな。長打 S にできそうだな、このままいくと。楽しみだ。太鼓だけ見させて、最後太鼓だけ。まあいいっすね。これいいっすね。はい。ちょっとまあ今回はダラダラ喋りが過ぎましたが、焼きつくをここまでとしましょう。8月。さあ、9月な。話す話題あるかな。今日ね、阪神が首位転落してね、昨日かな。中田翔活躍が巨人の起爆剤になったわけではないんだけど、
阪神がずるずると負けて、うん、ついに巨人が首位に立ちましたね。阪神3位に転落です。阪神がね勝つとねセリーグが盛り上がるんだけどね。まあ力は及ばんかったな。ということで8月分、模式を8月分でした。ほなまた。